あたりチャンネルレイディオ。どうもこんにちは。ピースの角度は180度、あたりです。あたりチャンネルレイディオ、かっこ仮、今週も始めていきたいと思います。よろしくお願いします。このあたりチャンネルレイディオ、かっこ仮、僕がただただ喋りたいことを喋るだけの雑談情報番組。ゲーム実況の近況報告や日常の近況報告と合わせて不定期にお届けします。ということで、あたりチャンネルレイディオ第89回、目前、ここ最近ずっと言ってるけども目前です。まあ大台になったらね、何かしようかな、何かできないかなと考えてはいるんですけども、特に何も思いつかない。貧困発想、そんな四字熟語を思いつくぐらい貧困ですね。というわけで、いつお便りいただいております猿の嫁入りさん、女性の方、成幸さん、35歳の誕生日おめでとうございます。これからも体調管理に気をつけて動画投稿頑張ってくださいと。ありがとうございます。これを聞きの方もね、もしかしたらご存知の方もいらっしゃると思うんですけども、私5月13日をもちまして35歳になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、ツイッターでね、35歳になりましたってね、投稿したら、まあ皆様からいっぱいね、おめでとうございますをいただきまして、ありがたい。いやー、もうハートもいっぱいもらえたしね、生きててよかった。生きててまた来年まで頑張って生きようかなって思った。そんな昨今でも35歳っていうのはね、割と僕の中では節目なのかなっていうところがね、別に35歳になったから急に何かするとかじゃないんだけども、何年か前ぐらいにさ、なんだろう、法的にじゃないんだけども、法的になのかな、34歳までが若者って区切られたの知ってる？何年前ぐらいだったかな、なんかね、ニートって分かりますよね。ニートっていうのはノットエンプロイメント、エデュケーション、そしてトレーニング、ですね。まあ、その就職していない、就職していない、就職するための教育も受けていない、就職するための訓練も受けていない、そういった方のことを、頭文字を取ってニートと呼ぶんですけども、その、いわゆる無職ニートの定義が、若年無職みたいなね、そういうくくりになっていて、その範囲が15歳から34歳なんですよ。いわゆる、義務教育を終えてからね、終えてから、教育を受けていない、就職もしていない、そして就職するための、トレーニング、勉強や訓練なんかもしていないっていう人たちのことをニートと呼ぶんですけども、その34歳までがそのニートを名乗れるんですよね。で、35歳を超えると何になるかっていうと無職なんですよ。ニートとは呼ばないです。いくら引きこもって、そう、なんか、ニートっていうと、引きこもってるっていうイメージがあるんですけども、別にそうじゃないんですよ。引きこもりは引きこもり。ニートは、そうじゃない。だから、たとえ、就職していない、勉強もしていない、そして、勉強というか教育も受けていない、職業訓練もしていない人がいたとしても、35歳を超えるとただの無職なんですよね。で、このやっぱり34から35になるってことは、僕はもう法的にもう若者じゃないっていう区切りをね、突きつけられるっていう、確かにこう35歳ですってなると、あ、もうおっさんだねってなると思うんですけど、じゃあ34歳ってなった時に、じゃあまだおっさんじゃないですよって言われると、もうまだそんなことはないと思うんですけども、でもなんだろう、イメージしてるこのおっさんと、なんかこう
実際のおっさんって結構割と乖離してたりするじゃないですか。で、まあ僕はもう名実ともにおじさんになってしまったと、うん、若者ではなくなってしまったっていうところで、やっぱりなんだ、若者を卒業した僕はやっぱりなんだろう、大人としてね、うん、より一層気を引き締めて生きていかなきゃいかないのかなと思っている次第であります、これからも若者で亡くなった僕のことをよろしくお願いします。というわけで近況報告いきましょうか、僕の近況報告です、まあ、またね、コロナ関連の話だけども、そうだ、皆さんあれ届きました？マスク届きました？なんか結構なんかツイッターなんかも見てたりすると結構届いてる人が多くて、なんか最初はなんかこう東京ぐらいからこう配り始めて、地方でもなんか配られ始めてるみたいで、で、まあ、僕もね、一応まあなんだろう、関東圏にね、まあ暮らしてはいるんですけども、届いてないんですよね。あれかな、なんだろう、見捨てられたのかな、国に見捨てられたのかな、僕もしかして若者じゃなくなったがゆえに、うん、あいつだってもう5月で35歳でしょ、じゃあいらないよねマスク、うん、だって別に君にだって将来はないから。見捨てられたか、そうか、35歳若者から卒業してもなお結婚もしていない、ってなるともう生産性のなさで言えばもうゲのゲのゲですよね、うん、いやー、そういうくくりにされちゃうか、まあ仕方ないかな、うん、いやでもあれだよね、なんか僕もこう20代前半の時なんかはもう割ともう35ぐらいになって何もしてなかったらまあいっそもう死んでもいいかなとか、まあ漠然と考えてたんだけども、こう35歳になってみると、なんだろう、逆にもうなんか死ぬ理由もないなっていう、うん、逆転しちゃったよね、うん、だ20前半の時なんかはこう生きる理由があれば、まあ、生き続けていてもいいかなって思ってたんだけども、35歳になった今は死ぬ理由がないから別に死ぬ必要ねえなっていう、なんかこうふわっとした人生を今送っている、うん、まあそのね、そのふわっとした感じっていうのはこう皆さんも見ていただければ分かると思う、このチャランポランに生きてるこの僕のね、このライフスタイルを見ていただければ、あいつほんとふわっとしてるよなと思う、うん、何かきっかけあれば多分死ぬ、うん、でも特にそのきっかけもないし、うん、もしくは逆にね、逆に何かしらのきっかけで僕が生きる気力がわっと湧いてくるかもしれないから、うん、そうした時にもしかしたら僕はもうものすごいエネルギーを持って人生を謳歌してしまうかもしれないよね。その時は皆さんよろしくお願いします。若者で亡くなった僕のね、謳歌する人生を、ね、もしかしたらそうなるとさ、使う SNS もツイッターじゃなくてインスタグラムになってしまうかもしれない、ね、あ、その時は本当に皆さんも見守っていただければね、うん、おしゃな人生になってしまうかもしれないよ。僕なんかすぐ感化されるからね、ツイッターを卒業してインスタグラムにね住まう人間になれるように頑張ります、はい、僕の勝手なイメージは完全に偏見だけどね、うん、なんかリア充はインスタグラムでしょみたいな、そういうのを感じる、うん、はい、何の話だっけ、そう、マスクが配られないせいで僕は、国から見捨てられたっていう話をしたのね。緊急事態宣言が解除された県もあるそうで、うん、されるのかな、されたのかな、ちょっとあまり最近ニュースをちゃんと食い入るように読んでないから、なんとなくそんな話が出たなぐらいで覚えてるんだけども、
これを録音しているのが5月の16日なんですけども、昨日5月の15日、まあお店が忙しくてね、金曜日だったのかな、うん、忙しかったんですよ。まあ、なんかタイミングで言えばやっぱりその緊急事態宣言が解除されるだのされないだのっていうところで、ちなみになんだけども、僕が働いてるお店は、まあ、埼玉県にあるんですけども、埼玉県は解除されてないんだよね。埼玉県は解除されてないんですよ。なのに出歩く、なのにお店が混む、ね、いやーちょっとなんだろう、ハッピーライフハッピーホームなんじゃないですか、皆さん頭がハッピーセットかい、ハッピーセット野郎がもう本当に、まあそういう言い方もね良くないと思うけどね、うん、皆さんね何か理由があって、もしかしたらそのお買い物に来ていらっしゃるのかもしれないから、うん、ね、あまりこう強くそういうの批判するのは良くないかもしれないね。まあ理由があってその出歩くっていうのはもう全然僕はもういいと思うんですよ、うん、で何か必要なもの、生活に必要なものがあるからお買い物に行くっていうのはもう全く批判しないです。僕だってご飯買いにスーパーに行くし、コンビニに行くし、うん、それと同じぐらいの感覚でね、買い物に来るんだったら別に問題ないですよ、うん、ただこうフラッと出歩いてきて、フラッとなんかこう見回って、フラッと帰っていくような方々はステイホーム、ステイホームだよ本当に。そうやって気を抜いた一瞬をついて感染拡大してしまうかのごとく、何を言ってるんだ今、何を言うとしたのか自分で分かんなかったんだけど、ごとくって何だ、うん、コロナがごとくだよ本当に。まあそんなにコンタクトレンズが欲しいのか、ね、うん、あでもそういうあれかな、やっぱこうお仕事始まるとかそういうタイミングで皆さんやっぱり出歩くってなるとコンタクトレンズが必要になるのか。メガネは必要ないけど、まあ、今までメガネだったからもう仕事に行かなきゃいけないし、じゃあコンタクトレンズ買わなきゃねっていう方々まあ多かったね。お店に人も来るし、お店の電話が鳴りっぱなしっていうね、うん、わけわからん、わけわからん。こっちはこっちでさ、あのなんだろう、感染拡大防止のために従業員を少なくして営業してるわけよ。そこにこれだからもう目が回ると思いながら、うん、忙しい一日を過ごさせていただきましたね。ええ、でもさ、なんだろう、こうそのステイホームとかさ、その家にいろ外出自粛しろとは別じゃないんだけども、思うのがね、このコロナのこう騒動っていうのが割とこう落ち着いて、多分ね来月ぐらいには多分ね、なんとなくこうね、緊急事態宣言も解除されて、なんとなくこう皆さん割かしもおのおのが気をつけていれば外出してもいいよみたいな雰囲気が出てくると思うんですよ、うん、でそうするとどうなるかっていうのを考えた時に、多分いろんなお店とかね、ペイですよ、ペイ、まるまるペイですよ、ペイラがね、ペイラがあのキャンペーンとかセールとかをバンバン打ち出してくると思うんですよ。思いません？だって今こうやって活動自粛してて家にこもっていて、じゃあ一旦外に出ようっていうタイミングでね、みんなが外に出る、買い物に行くっていうタイミングでお店側は来いってならなきゃいけないじゃん。うちに来いってなった時に何をしなきゃいけないかっていうと、やっぱりそれなりに施策を打ち出さなきゃいけないよね。何割引きになりますとか、ポイントいっぱいつきますとかね、何パーセント還元しますとかあるじゃん。絶対やると思うの。来月特に多分そのタイミングだと思うのよ。ね。だから、なんていうの、どこもさ、その再開のタイミングをもうじり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 と伺ってて、
こう完全にこう活動や営業をこう再開した時に新規のお客さんを取り込むとか、今いる、まあ常連じゃないんだけど、今いるお客さんを固定客にするために絶対何かしてくれると思うんですよ。うん、だからなんだろう、自粛とはまた別に物を買うとか、そのちょっと贅沢をするっていうタイミングって絶対今じゃないと思うんですよね。うん、もうちょっと待てば、もうちょっと待てば絶対もっとなんかこう贅沢できるタイミングがあると思うから、皆さんもそのタイミングを伺ってステイホームですよね。で今ね、さっきも言ったけどコンタクトレンズをこう買いに来るお客様が結構わっと来たけども、ね、今じゃなくてよくないっていうあと1ヶ月待てばもっとなんかお得に買えると思うけどねっていう感覚はある、うん、けども、まあそんなことをお客様に言って帰ってもらったところで僕には何のメリットもないから言わないけどね。うん、でもそれ多分みんな分かってるかな。うん、まあこのタイミング上げた段階で結構セールとかキャンペーンとかやるでしょ。でも別にキャンペーンとかセールとかじゃなくて、今欲しいから買うんです。うん、逆にこの今の状況でそのお買い物とか贅沢ができる方っていうのは、そういったなんか何パーセントがうんぬんとかはもう関係ない、やっぱり上流階級の民なのかな。下水考えを持っているな。じゃあ僕はもうあれか、来てるお客様に対してはこうでごまをすってか、ああ今日も来てくれてありがとうございます、いくらね、何ヶ月分コンタクト買いますか、ありがとうございます、もうちょっといかがですか、どうですか、ご一緒にポテトもいかがですか、ハッピーセット。本当に何なんだ。あ、まああの何だろう、前回のレディオもそうだし、今回のレディオもそうだけども、なんかこう、今この状況でね、このお買い物に来る人なんて、ね、そういう危機感のない、ね、そういう人なんだぞ、みたいなことをね、まあ失礼な発言をしてしまったのもあるんだけども、まあ、もしこう、上流階級の、まあ民の方々でしたら、本当に申し訳ない。なんかこう、心にもないことをね、口走ってしまって、いや、本当に申し訳ない。本当に申し訳ない。いや、どんどん来ていただいて、本当ありがとうございます。あわよくば僕に10万円をください。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、10万円、いつになったらもらえるんだろうな。今か今かと待ち望んでいるんだけどな。あれなんかこう、ね、マイナンバーカードが、うんぬんみたいなね。僕はね、そのマイナンバーカードがさ、通知カードは持ってるんだけど、マイナンバーカード持ってないんですよ。で、なんで持ってないかっていうと、一回ね、申請したんですよ。マイナンバーカード。で、これね、僕完全にね、知らなかったんだけども、知らなくてその申請してしまって、あ、やっちまったなと思ったんだけども、マイナンバーカードを申請してから、マイナンバーカードが届くまでの間に、引っ越ししちゃダメなんですよね。知ってました?知ってたよね?多分いや、知らない方もしかしたらいるんじゃないですか。で、僕、今この部屋にね、引っ越してきてもう3年ぐらいになるんですけども、この部屋に引っ越しする前のタイミングで、結構なんかこう、いろいろ、あ、書類整理とかもいろいろしとかなきゃなと思って、わーってこう、ね、なんかこう、処理できる書類をこう、わーって処理してて、その中に、マイナンバーカードの、その申請の、なんかこう、紙が出てきて、あ、マイナンバーカード申請でしなきゃと思って。でも通知カードのまま持っててもあれだから、マイナンバーカード申請しようと思って、マイナンバーカードを申請して、で、そのまんま、引っ越ししたんですよ。うん。で、いつまで経ってもマイナンバー、あれ?そういえばマイナンバーカードっていつ来るんだろうと思って。で、何かのタイミングで役所に行った時に、そういえばマイナンバーカード
もらってないんですよね、届いてないんですよって言ったら、あ、そうなんですか、申請されたんですか、あ、申請したんですか、あ、いや、引っ越し前にちょっとなんかこう申請してなんかこうあれしちゃったからかなって言ったら、あ、マイナンバーカードのこう申請書が届くまでの間に引っ越ししたらダメなんですよって言われて、あ、そっか、それから3年ね、うん、申請しろよってね、うん、発行しろよってなるんだけど、あれ結構割とやっぱ便利じゃない、マイナンバーカードがあればその役所じゃなくても確かコンビニ、一部のコンビニかなんかでその住民票とか発行できたりするじゃんね、あれ本当に便利だなと思うんだけども、なんかこう何かのタイミングがないとできないっていうね、本当になんだろう、まあ端的に言うとクズなんだけども、うん、何かのタイミングじゃないとこう重い腰が上がらないっていうね、今本当にこのレイディを取り終わってから発行のための手続きしてもいいんだよ、うん、してもいいんだけどもめんどくさいね。ね、本当そういうところ、本当そういうところなんですよ、うん、じゃあまあちょっと話題を変えましょうか、あんまりこのマイナンバーのあれをあれしてもねあれだから、うん、最近気づいたことが一個ありまして、僕近くにセブンイレブンがあってよくねご飯を買いに行くんだけども、セブンイレブンのレジのさ、なんかこうレジのディスプレイ、なんか広告とかが出てきそうなあのディスプレイに2020年の7月1日からレジ袋が有料になるよっていう告知があったんですね。で僕それ見て、あ、そういえばそうだと、うん、もうなん、あ、去年ぐらいか、もうなんかほんとすっかり忘れてたんだけども、そのレジ袋の有料化が義務付けられるんですよね、うん、なんかエコとかなんか環境がうんぬんとかの話なんだけども、話から来てるのか分かんないんだけども、そのコンビニやスーパーで買い物した時に受け取る時にレジ袋を確実に有料化しなければいけない必ず、うん、でさあ、このレジ袋削減うんぬんっていうのはもう本当に結構前からやってましたよ、5、6年じゃ聞かないぐらい前から結構ね、レジ袋削減にご協力くださいみたいな話が出てて、でやっぱエコバッグとかね、うん、そのレジ袋はいらないですみたいなね人がね結構いたりとかして、あとなんだろう、マイスーパーでさ、マイカゴとか知らない？自分でこうなんか買い物カゴを持って行って、そこに入ってるものをそのまま袋もつけずにそのままカゴのまま持って帰るね。だから車とかで来てる人だったら割とこう便利なシステムなんじゃないですかね。カゴ持って行って、そのカゴに入ってるものを生産して、でそのままカゴを持って帰る、うん、ね。で、そのなんだろう、告知を見た時にふっと思ったんですけども、コンビニ弁当の容器あるじゃないですか、コンビニ弁当ね、コンビニ弁当ってエコバッグに入れづらくないですか、めちゃくちゃ入れづらいですよね。そもそもこのコンビニ弁当をコンビニの弁当用のレジ袋に入れていたとしても持ち運びづらくないですか、茶色い袋ね、あんな平べったい容器に入っている弁当をさ、エコバッグに入れたらさ、縦になるじゃん、誰がどうやったって、うん、ただでさえ僕だって今ね、ほんと目と鼻の先にセブンイレブンがあって、そこで買ったカレーライスをね、自転車に乗りながら持って帰って、開けたらもうぐっちゃぐちゃだもん。だから、なんだろう、今後どうなるだろうなっていう疑問ね。
レジ袋有料化された場合、やっぱりエコバッグが主流になってくると思うんですよ。で、もう一つ問題があって、やっぱり出先なんかだとエコバッグを常に持ち歩いてない人って出てくると思うんですよね。で、フラッと来て弁当だけ買って帰りたい、でも有料のレジ袋を受け取るのはちょっとなっていう人って出てくると思うんですよ。まあ2円3円よくて5円ぐらい、うん、でしょ。だからそれ出せないっていうのはまあケチだなと思うんだけども、うん、でもね、何かしらこう手を打たないといけないのかなって思っているんですよ、うん、なんだろう、あの弁当の容器、あの平べったいお弁当の容器っていうのは、あれはあれで結構やっぱりメリットがあるから、あの形に収まってると思うんですよ。まず第一に弁当っぽい、うん、弁当っぽいじゃん、あれ弁当なんだけど、ザ弁当って感じの見た目してるじゃん、うん、で、なんて言うんだろう、弁当が美味しく見えるのが多分あの形なんだろうね。彩りよく見えるし、あとお弁当が大きく見えるっていうイメージもあるのかな。なんだろう、カップ系のさ、牛丼みたいなの売ってるじゃん。あの四角くてちょっと高さのある牛丼とか売ってるじゃん。牛丼、親子丼ね、あるじゃん。ああいうのに比べるとやっぱり平べったいザ弁当っていう弁当の方がやっぱり美味しそうに見えると思うの、うん、で、あとなんだろう、おかずが何入ってるか分かりやすいとかね、うん、あとはレンジで温めるときに時間が少ないとか、うん、あれ平べったいからちゃんとこう全体的に熱が行き渡って、割とこう短い時間でレンジアップができるっていうメリットが多分あると思うわけだって、あの隣にある四角いちょっと高さのある牛丼や親子丼なんて1分2分ぐらい多分下手したらかかるやつだってあるでしょ、うん、それがその平べったい容器の幕の内弁当みたいになったら30秒とか40秒で温めきれるじゃん、うん、ということは多分お互いにこうメリットがあると思うんだよね、うん、そのメリットがあるんだけども、でもそうい、まあ、さっき言ったみたいにエコバッグを持ち歩かない人とか、それかつレジ袋を有料で買うのをためらってしまうような人に、こういったこう平べったい弁当を敬遠されてしまう、いや今持ち帰るの面倒だからこれは買わないっていう選択をされてしまうとね、コンビニ側としてはやっぱりすごいマイナスじゃん。いわゆる機会損失ってやつになると思うんだけども、それで絶対避けたいと思うんだよね。売れるはずだった弁当が売れないってもうショックじゃん、うん、だからこのコンビニ弁当の容器、うん、をどうするかっていう疑問がね、この前生まれた、うん、まあ簡単なところで言うと、それこそ下にお米、上におかずみたいな感じで2段にする。でちょっとエコバッグに入りやすいようにちょっとこう幅を狭めて高さを出すっていうのももちろん一つの選択肢ではあると思うんですね、うん、がさっき言ったみたいにお弁当として美味しそうに見えないっていうデメリットが、これもまたあまりやりたくない手法だと思うんだよね、うん、じゃあどうするのかと、うん、やっぱり方法としては2つか、方法としては2つ、お弁当の容器を変えるかエコバッグを作る、どっちかだと思うんですよね。皆さんどっちになると思います？ね、まあ仮にこうセブンイレブンでね、幕の内弁当を売る、幕の内弁当を皆さんに買ってもらいやすくするためにどうするべきか、
これをね、これをちゃんと答えを出せたら、多分もう発明王じゃないかなって思う。うん。これ難しい問題だと思うんですよ。うん。折衷案じゃないんだけども、どこにコストをかけて、どこにコストをかけないかっていうところ。一個ね、一個僕が考えたのは、なんだろう、どうにかしてこうお弁当単体で、さっき言った幕の内弁当を買って温めてもらったら、そのまま幕の内弁当だけ持って帰れるような工夫をするっていうのが一番なのかなって思った。うん、お弁当の上にさ、封をするあのなんか帯っぽいシールあるじゃん。シールついてるじゃん。あれをどうにか工夫して、こう、持ち帰れる、持ち運びできるようにできないかな。うん。っていうところ。うん。蓋を工夫するっていうのかな、容器を工夫するっていうのかな、わからないけども。まあね、そういう風に改良できないかな。うん。でも言って僕なんて凡人じゃん、ね、さっきも言ったけども発想貧困じゃん。その僕じゃ多分考えつかないような改良多分してくるんじゃないかな。楽しみだね。コンビニ弁当の容器の改良が楽しみってなかなかいないと思うんだけども、皆さんも楽しみにしてましょうよ。コンビニ弁当の容器ってどう変わっていくのかな、うん、もう一個あとやっぱり一方でバッグを作るとなるとどうなるかな。これもこれで楽しみじゃない？今ってさ、エコバッグってなんかちょっとトートバッグっぽい感じになってるじゃん。わかる？あのペラッペラーなこう、ビニールっぽい感じのね、バッグで、なんかちょっとこう、多少ちょっとへこたれたらもう買い替えできるぜみたいな前提のさ、結構ペラッペラーなこう、エコバッグが主流だったりするじゃん。うん。で、そのエコバッグをコンビニ主導で作るってなるとどうなるのかな？うん。まずやっぱりその幕の内弁当が入るようにそこを広めにする、ちょっと街を作るというかね、あのお弁当がちゃんとスポッと入るような、ね、感じにすると思う、うん、ね、でそこからプラスじゃん、お弁当を買ってもらった人には飲み物も買ってほしくない？ご一緒にポテトもいかがですか？ね。だから、500円の幕の内弁当を買ってもらって終わりじゃなくて、プラス150円のお茶のペットボトルを買ってもらう。これだけで客単価が100円上がるから。ね。それが100人来ると1枚だからね。1日1枚。年間で300万ぐらい増えていく。ね。まあそんな単純計算じゃないんだけども。うん。やっぱり客単価を上げるために工夫するべきところとしては、温かいものと冷たいものを一緒に入れられるバッグだよね、うん、そう、やっぱ保冷ができて保温ができて、そして二段重ね、うん、あわよくば雑誌も一緒に入るぐらい大きいと嬉しい、うん、それぐらいあるとね、ジャンプとかマガジンとか買った時にやっぱりスッて入れるスッと入れられるバッグだと、あの持ち帰るのに敬遠しなくなるじゃん、うん、やっぱり小さいバッグを持って行ってお弁当とじゃ飲み物って買った時にやっぱりこう偏るのが嫌だとか潰れるのが嫌だってなるじゃん。その時に雑誌はまあ別に今買わなくてもってなると思うんだけども、ちゃんとこう入るバッグを作ると、まあ別に雑誌ぐらいだったら全然入るし、でスッとね買える、うん、そういうこう工夫をねできるとやっぱり買い物のハードルが下がる、うん、どう？誰か作って、うん
誰か作って。でも本当早い者勝ちかな。うん、その容器を工夫するか、エコバッグを、画期的なエコバッグを作るかね。多分もうどこも動き出してると思うのよ。うん、動き出し、今この段階で動き出してないっつったらもうそれはもうドベです。ドベ、うん、ビッケツです。お前には形容するしかがねえ。うん、もうなんだろう、義務化が決定してからさ、もう結構経ってるじゃん。うん、それこそもう多分半年ぐらい経ってると思うんだけども、それが決定してからね、ここまでこうなんだろう、目立った動きが出てないから、多分皆さんこう水面下でこういろいろね、手回し根回しいろいろやってると思うんですよ。うん、やっぱりこう流行ったものにこう合わせていかなきゃいけないじゃん、どこもそうだけども。うんね、だから早い者勝ちですよね。いかに早く画期的なものを出すか、その競争。皆さんもコンビニに行った時にね、コンビニの弁当の容器とエコバッグ、どっちが先になるかなっていうのをちょっと考えながらお買い物してみると楽しみが増えますよ。うん、まあ、僕だけかもしれないけどね、こんなことを考えながらコンビニで買い物してるなんて。なんかあれだな、コンビニ弁当の話題に関してはちょっと割と真面目になりすぎたかな。うん、まあ、ちょっとなんか中和しとく。うん、おっぱい。ゲーム実況の近況報告です。継続してプレイしているゲームとしては、ポケットモンスターレッツゴーピカチュウ、逆転裁判よみがえる逆転、そして一首の大足トリコ、この3本となっております。実況が終了したゲーム、実況を開始したゲームは特にございませんというところで、まあ、逆転裁判にしても一食いの大足トリコにしても、プレイ自体は終わってるんだけども、編集が全然なんか眠いんだよね。恐ろしく眠いんですよ。何が原因でこんな眠いのか分かんないんだけども、で集中できない、これはね、何かのせいにしなきゃやってらんないよね。何のせいにする。全部雪のせいだ、ね。うん、これあれですよ、 JR なんだろう、東日本あれな、新幹線か何かな新幹線か何かなあれなんだけど、まあね、全部君だった、ね。あ、これで、あの、ちなみに山崎正義ですよ。全部君だったっていう曲、山崎正義いいですよね。山崎正義と菅氏顔すごい好き。いや、菅氏顔いいぜ。菅氏顔いいんだ。うん、あの、以前さ、鉄道博物館に行ったのよ。鉄道博物館に行って、その鉄道博物館って、あの、電車に関する展示なんかがいっぱいあるんだけども、その中で電車に関連する曲が聴けるコーナーがあるわけ、鉄道博物館。そこで菅氏顔の曲を聴けて、なんか すごいなんか音響のすごいところに行って、その鉄道に関連する菅氏顔の曲を浴びる、体に浴びるっていうね、貴重な体験をしたんだけども、よかった、めっちゃよかった。いや、あの菅氏顔を体から浴びるあの体験ね。あとは、あれですね、皆さんから何個かこうリクエストをもらっていて、なんだろう、やりたいゲームがすごい溜まってるっていう状況で、今ね、1個プレイをしているゲームがある。で、実況の動画がどんどん溜まっているんですけども、さっきも言ったみたいに、あの、編集が追いつかないっていうね。編集が追いついたら、あの、動画出していくんで、よろしければそちらもご覧になってください。多分来週には出せるんじゃないかな。出せないかもしれないな。うん、はい、お楽しみに。それではお知らせです。
このあたりチャンネルレイディオカッコ仮では皆様からのお便りを募集しております。この雑談の感想やゲーム実況の感想、そしてリクエストなどなど、この動画の概要欄の投稿フォームからどんどん送ってください。採用された方には素敵なプレゼントをご用意しております。今日お便りいただいたのは猿の嫁さん、女性の方。僕からの投げキスがね、もらえますんで、皆様ふるってご応募いただければと思います。100通くれ、選ぶの大変そうだな。本当に僕一人でやってるから、この規模でね、全然もう全然いいですぐらいのあれなんだけど、それとは別にもう皆さんもどんどん送っていただければと思います。よろしくお願いします。というわけで、あたりチャンネルレイディオカッコ仮第89回でした。次回もよろしくお願いします。バイバイ。